阪急西宮ガーデンズ。阪急西宮ガーデンズは、兵庫県西宮市にあるショッピングセンターである。阪急西宮スタジアム跡地の再開発として建設され、2008年、平成20年11月26日にグランドオープンした。オープン時、西日本最大級で国内でも3番目の広さを誇る。各テナントは、阪急百貨店。 西宮半球、面積2万5千メートル、シネマコンプレックスである、東方シネマズ、西宮 OS、12スクリーン20、000メートル、と、泉谷、1万メートル強である。施設は、中央部に駐車場を配置し、駐車場の周囲を、ショッピングモールが取り囲んでいる。一周で約450メートル、東西南北4つのモールからなるサーキット型の、 設計となってい。阪急百貨店と泉屋はショッピングモールを挟む形で配置されている。4階にある屋上庭園、スカイガーデン9000メートルは六甲山系に自生する樹木や桜、火事などで緑化され、オルゴールの音色に合わせて踊る噴水も設置されている。駐車場は約3000台分設置されているが、駅から近いため、延べ床面積の割には、 駐車台数が少ない。開業時の店舗数は約268店舗であった。名称は西宮七園の歴史を加え、地域に居住する人々にも、いこいとにぎわいのある快適な空間を提供できる庭園になるよう願いを込めて、ガーデンズが付けられた。ロゴは、これからの西宮の新しいアイデンティティシンボルにという思いを込め、 西宮市の花である桜をモチーフにしている。高級志向の人が多い西宮や足屋を証券とするため、従来ショッピングセンターに出店したことがない店や、高級住宅地にしか出店しないセレクトショップなどが出店し、他のショッピングセンターと比べると専門店街も、やや価格が高めの店舗も多いショッピングセンターである。こうした、富裕な証券を背景としているため、 2007年、平成19年春に実施した、テナント向け説明会には出展枠数の約2倍の500社が、参加するほどテナントの出展意欲が強かった。ペット保有率が高い地域性を踏まえて、ペット用のホテル、病院などを備えた、阪急ハロードックも設置されている。阪急西宮スタジアム跡地に建設されたこともあり、阪急西宮ギャラリーや、 屋上のスカイガーデンには西宮球場のホームベースなど敷地内には阪急ブレーブスや阪急電鉄に関するものが展示されいる。開業初日に約10.8万人、最初の週末2日間で約30万人を集客して駅からの動く歩道が混雑のために停止となるなど開業からの6日間で 約五十八点六万人で初年度約千七百八十万人から二年目に約千七百八十四万人へ来店客数を伸ばすなど高い集客力を誇った。当施設の最寄り駅である西宮北口駅においては二千八年平成二十年十二月の月間一日平均乗降人員が約十一点四万人を記録し三宮駅の一日平均約十点八万人を 上回って、阪急電鉄の駅の中で、梅田駅に次いで、第2位の乗降客数となったなど、阪急電鉄の利用者数増加にも一役買っている。ショッピングセンター内の各店舗と専門店が、連携して、イベント展開を行い、近隣証券の支持を背景に、近郊在住者が約70%を占める、約28万人のポイントカード会員を中心に、高頻度での来店を実現し、 郊外型ショッピングセンターでは、開業初年度の売上高が最多というケースが、大半である常識を覆して、初年度の売上高約659億円から、開業2年目に、約676億円へ伸びた。2005年、平成17年11月に、阪急電鉄が、プレスリリースで発表した内容によると、となっていた。 その後の西宮市議会の定例議会及びメディアの報道によるとと発表された。2007年平成19年4月4日、名称は阪急西宮ガーデンズとすることが発表された。2008年平成20年10月22日、同年11月26日にグランドオープンすることを発表。同年11月20日には主に阪急百貨店。 泉屋の会員及びガーデンズカード先行入会者、当選者のみ、ら、招待券持参者のみ、入場可能な内覧会が開かれた。また、翌21日から、グランドオープン前日の25日にかけては、周辺住民向けに招待券なしで入場を可能とし、プレオープンと称して、営業を行った。館内は禁煙であるが、JT による喫煙ルームや喫煙スペースがある。 詳しくは公式サイトを参照。西宮市は人口40万人を超える阪神館の中核市であるにもかかわらず、今津駅近くにあった小規模映画館、今津文化の阪神、淡路大震災後の閉館以降、13年間映画館が一つもなかった。東方シネマズ、西宮 OS は西宮市にとって今津文化閉館以来の映画館であり、また、 大規模映画管轄、シネマコンプレックスとしては同始発。また、阪急西宮ガーデンズが開業するまで、西宮市は、水田市と並んで、人口40万人以上で、映画館のない町であった。かつて、津門大塚町、阪神国道駅周辺に、泉谷西宮店が存在したが、阪神、淡路大震災で入居していた建物が、倒壊しそのまま閉店となったため、 泉谷としては13年ぶりの西宮市内への進むとなる。なお、西宮ガーデンズ出店後の2014年、泉谷は阪急阪神東方グループの H2O リテイリングと経営統合した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。